you can. O UFC Tokyo começa a temporada de 2012 de forma vibrante. Por ter vencido a Jiu-Jitsu e a Copa Imperador, com um treinador de personalidade forte como Hanko Popovic, novos jogadores e o slogan Koa e um futebol atraente e agressivo para enfrentar os desafios. Contando com a experiência da Fuji Xerox Super Cup, a ACL, entre outros torneios, o UFC Tóquio entra com um time em evolução que volta para a primeira divisão para enfrentar uma difícil batalha. Entre tudo isso, o time ainda conta com a experiência de vários títulos na carreira e do faro afiado para fazer os gols do Nice Guy Lucas. Com um sorriso bonito, olhos grandes e as suas pernas longas e finas e seus dentes brancos. Well, MVP for our team this year should be Nemanja Vučićević coming from Serbia, Belgrade. Famous offensive style midfielder, you know, he's our hero with great 6 goals in later half of the season, even though he appeared only after 22 games. Good looking man, far good than Lucas, I think. All women must be attracted by his skinhead and blue eyes. O que você tá falando, cara? Todo mundo sabe que o Lucas é o mais bonito. Você sabe quanto eu gosto desse time? What do you think, Lucas? I like it better. What do you think? Você sabe que eu sou mais velho. It doesn't matter. I'm older, man. I'm older than you, don't worry. Eu fico um pouco com vergonha de fazer isso, mas vamos lá. FC Tokyo, Damashi! Nisen Juninen, Tokuban, Starto, Mazua, Kono Kona, Kara. Hi. ニュースやりました。ニュースやりました。元気いっぱいだよ。あとカメラが豪華になった。高木先生跳ねたな。跳ねたな、これ。跳ねたぞ。俺跳ねたな。みんなで跳ねよ。あ、俺言ってのオープニングギャグ来たよね、これ。いや、これやっぱクラス燃える年な。そうだよ。いつもな。なんだよ、それ。やろうとしただけで来たよ。どんな感じになんだよ。 ちょっと待って、本当ちっちゃいこと。はい、全盛期だぞみんな。はい、起立。気をつけ。で、着席。いや。お願いします。お願いします。高井先生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 。会いたかったよ。そうだった。先生。東道くん。東道くん、俺だから。 ベガルタ仙台のクラブ、そして選手の魅力をお伝えするベガルタ仙台クラブオフィシャルバングミベガルタ TV。3年目の今シーズン、ベガルタ躍進の軌跡を選手へのミッチャーインタビューなど多彩な切り口で紹介します。選手たちの素顔、夢、ベガルタ仙台の現在、そして未来。クラブオフィシャルバングミベガルタ TV キックオフ。 1-2-1-3セリエA。長友佑都が所属するインテルをはじめ、ユベントスやミランなど、カルチョを代表するビッグクラブの熱き戦いをオンエア。その他注目カードを中心に、毎節3試合以上を生中継。スキレットをかけてしのぎを削る男たちの勇姿を見逃すな。セリエAは、スカパーで。 毎回一つのテーマに絞って深く掘り下げる柏レイソルのオフィシャル番組、日立大TV。 第3回のテーマはズバリ2012年。4人の選手が本音のトークを繰り広げます。1得点1アシストします。あ、これはね、毎試合毎回言わないと。他では聞けないエピソードも満載。選手の素顔に迫る30分、どうぞお楽しみに。 次回のフットボールクラッキは、異色の経歴で欧州に挑む侍たち。ポーランドから
赤星隆文、ブルガリアから秋吉大輔、ラトビアから佐藤実、ウズベキスタンから島村直也。彼らはなぜ海を渡ったのか。夢に向かっていくためだったら、どこの国でもどんな環境でも。今日中継車入ってるからね。ざわざわ。どんだけ金かかってんだって。ざわざわざわ。そんな、そうだそうだ先生、そろそろ授業始めないと番組ならないですよこれね、はい。我々ちょっと FC 東京のこといっぱい知りたくて、それをぜひちょっと先生にいろいろどうだったのか、特に今年の2012年をいろいろ教えていただきたいなと思うので、まずぜひよろしくお願いします。はい、だからちょっと今回ちょっと生徒が増えてるんで、ちょっと出席取りたいですよねこれね。そうですね。まあでもこの番組本当は夏に話があったんですよ。うん、後ろで魂知らなかった高井先生の、はいはいはい、それをまあ前回 の、 まあその森ちゃんの不適切な発言から、まあちょっとあれですね、あれですね、 あれですね、あちらの方ですね。あれは結果的に良かったそうですよね。そうですね、晴れたじゃないですか。まあそれを置いといて、まあ視聴者の皆さんもすごい国際的なね、国際的な A マッチをいっぱいね、はい、だからザックジャパンより先に国際 A マッチを経験したんですから。それそう本当ですよ。田辺君、田辺君、田辺君ちょっと黙って。スタジアム感覚。スタジアム感覚。まあ、まだ今年もねよろしくお願いしますよ。はい、ということで、まあ、前回のメンバーが、レオ君、はい、森ちゃん、はい、ジョナ君、はい、今日は、まあ、それ以外に転校生ということで、はい、まあ、新入生が何人か来ていると思うので。ちょっと自己紹介をしてほしいと思います。あれ先生、ただ自己紹介、名前言うだけでは人と人柄が分かんないで、なんかちょっとつけたいなと思うんですけど、高秀先生的には、はい、好きな女性の仕草まで言って。あー、いいですね、仕草、ぐっとくる、ぐっとくる仕草。気になるね、気になります、はい、気になる仕草。森ちゃん的には他にあのね、紹介してほしいところがある。いやフェチとかもね。いいね、フェチ、どの部位、部位、部位、すごいな。じゃあプラスしてどんなサッカーが好きか。そうそう、あ、そこまで行きましょうよ。なんでそのサッカーがプラスになってるんですか。おまけでサッカー、おまけでサッカー。一応ね、まずはじゃあ前列にいる長谷川くんからお願いします。ジャッサン、ジャッサン、ジャッサン、お願いします。エージェン、エージェン、 FC 東京学院の長谷川アリアジャスウェルです。おお、真面目だぞ。日本語うまい。日本語はペラペラです。女性のグッとくる仕草、仕草だね。こう髪をこうヒュッてこうかけるのが。ああ、ってことは、うん、石川直選手とか好きなんですか。やりますよね、これね。大好き、ね、好きです。あと、V、V、V、うん、ここ何フェチか、ここがやばいなと、うん、内ももです。あ、待って、一緒なんだけど。そんな長谷川くん の、 あのサッカースタイルは何でしょうか。プレースタイルですか。まあ、やっぱ前に行く推進力ですかね。うん、全部が軽く聞こえる。AJ、AJ、真剣ですよ。よろしくお願いします。お願いします。よろしく。先生、これ先にプレースタイル言ってからの方が良さそうですね。そうですね。はい、なんか後で言うと夜のプレースタイルが変わる。前へ前へっていう。長谷川君で実験しました。次からそうしましょう。はい。はい、じゃあ次後列にいる向原君。はい。FC 東京学園、向原健太です。今日は高井出先生の授業を楽しみにしてきました。よろしくお願いします。優等生、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 優等生。プレースタイルは、プレースタイル、改めて、プレースタイルは、はい、一試合を通して動き続ける運動量と、やっぱ守備の一対一の部分だと思います。好きなグッとくる仕草。いや、僕はもうがぜん足組んだ時の、まあ、アリア君さっき言ったんですけど、うん、やっぱここの外ももの見えるか見えないかぐらいが一番僕はグッときますけど、はい、変わらないからね。じゃあ好きな何フェチですか。フェチ、いやでもフェチ、いやでもやっぱそういくと足になるんですかね。はーはー、あと知的な人がすごい。知的な人、はい、女性が芸能人でいうと誰なんですか。いやもうそれも僕いつも北川景子さんが、はい、はい、もう大好きで北川景子、はい、北川景子から付き合うからサッカーやめてくれって言われたらどうする。やめ、悩むんかい。悩むんかい。いや考えると、まあ、やめないで、やめないでよ、やめないで、危ねえ危ねえ、悩んでる。おい向原くん、はい、よろしくお願いします。じゃあ次に田辺くん。はい、
タイから転校してました田辺壮太です。ナマステ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 。よろしくお願いします。はい。プレースタイルは？プレースタイル、まあドリブル好きですね。ドリブル好き。そんな田辺くんのグッとくる仕草教えてください。あの、髪の長い女性が好きなんですけど、うん、なんか料理とか作るときに、うん、まあ料理作んなくてもなんか飯食うときとかにククッとこうポニーテールにする。おー、いいね。賛成賛成賛成。それいい。あの 奥で番長が静かに見逃さないね。見逃さない。何フェチなんですか？前髪ですね。前髪。前髪長くか。いや、パッツンじゃないですけど、前髪がある人が好きなの。前髪がある人は基本的に。いや、最近オールバックとか、オールバックとか最近こう流行ってるようなこう、あ、前髪。昔の頑張って言うと、カシューゼみたいなことね、中国の選手は。分かりづらい、申し訳ない。オールド外国人言い過ぎ。それはちょっと嫌なんですよね。嫌なんだ。前髪がある子が人。はい、田辺君。はい、よろしくお願いします。来た。じゃあ、次、石川くん、お願いします。おぉ、やばいやばい。豚外したぞ。やばいやばい。腹減ったんですけど。マジで出てる。あるんだ。バンちゃん。はい。おにぎりか。焼きそば。パッパッパン、パンパンパン。すげえ番長だ。番長からね。番長ありましたね。番長のプレイスタイルからグッとくるところを聞かせてください。聞きたい。聞きたい。まあスピードに乗った制限速度を超える。走り屋的な感じで。あの人バカにしてますよ。笑ってますよ。もう先生に指さす。もうなんだよ。どうにもできない。今回こう高秀先生をやる上で高橋先生にどういう選手がいいですかって言ったら、あの先輩は NG でって最初から言いづらいですよ。そこはバカ野郎ってことで先輩呼ばさせていただきましたけど。そんな、じゃあ番長。はい、聞いていいんですか、これ。番長で聞きたいですね。番長で聞きたいですね。番長。グッとくる仕草。仕草。はい。まあ、髪をかき上げる。あれは、ね、自分ってことですか。すごい。何フェチなんですか。これはもう、ヒップフェチですね。お尻。あの、お尻だけっていうよりは、はい、こう、後ろからのこう、なんていうんですか、ラインです。ああ、このシュッとした。はい。なぜ僕は番長のフォローをしなきゃいけないの。誰も。まあでもやっぱり、はい、若い選手は、うん、足って言って上がってくるんだ。で30代ぐらいから、うん、石川くんみたいに、うん、ヒップっていう。そうね。さすが先生。そんな先生どこ来た。そんな先生は先生2012年一番グッとくる仕草なんですか。首筋だね。ここなんだよね。ものすごい上上がってきちゃってる。上上がってきちゃってる。何十代？70代ですよ。50代。70代。ということで、はい、前回メンバーのレオくん、はい、森ちゃん、うん、ジョナくん、そして、新メンバーの長谷川くん、向原くん、田辺くん、石川くんを加えた7人で。いや、ちょっと待って。忘れてます。おお。僕を忘れてます。自己紹介よ。僕だけ？ゆってです。よろしくお願いします。ちっちゃいことは基本気にしません。噛みました。ということで、当時処理しないよ。先生は処理しないから。誰か処理を。ちゃんと受けないと処理できないからね。ぞ本当にこの調子。来年いなくなるよこのままだと。危ない。メンバー選考兼ねてるよ。え、これのこれも枯れてるよ。出演者が出れないってあるんですか。そんなのあんだ。怖えな、この番組。ということで、東堂くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回は、うん、まあ、そのレオくん、はい、いつも日直で、はい、あのご苦労様です。はい、で、森ちゃんいて、で、ゆってぃさんいて、はい、ジョナくんがあの時は、少しこう、不良だったんだよね。うん、
ブレてたね、はい、ブレてた、ね、今日は少しキャラがブレブレだった時だ。キャラがブレブレだった、うん、自分がよく分からなくなった見失った。でも1年経って大人になりましたから、はい、ちょっとしっかり勉強もしたんで、せっかく最初なんでこの FC 東京で1年を振り返るというのは、まずジョナ君の宿題レポートみたいな感じでちょっと発表してもらおうかな、ね、あのやっぱり FC 東京魂見てても、うん、ジョナ君の成長ぶりっていうのは、うん、の目を張るものがあったのであららしっかりとこの場で、うん、FC 東京1年振り返ってもらいましょう。あ、いいね。じゃあまずは前半を振り返ろうよ、ジョナ君。なんでそんなにハードル上げるんですか先生あの視聴者の目も超えてきてるんで、はい、あのハードルは高く。前半戦ね、今年ポポ監督になって、うん、3連勝したじゃないですか最初、うん、もうねチームも躍動感があって僕ワクワクしてて、うん、そしたら僕ノンストップが決まって、その後あんま覚えてないですね自分も振り返りじゃねえかなんだそりゃ全然ダメな振り返りじゃないですか。そうです、これだとただのシーズンの振り返りなしの面白い授業で終わってしまうんで、うん、なんかユッティもボケなのか何なのか分からないみたいなところですよあのまだエンジンかかってですあれこれもこれなんだ確かに困ってるわね。やっぱり今日まずいな。レギュラーメンバーのレオ君から少しこう、うん、レギュラーメンバーのって僕もらもレギュラーメン前回からいたね。いや前回からいましたから、まあ、まあいなかったのもんだったかもしれないからじゃあここで改めて先生にお聞きしたいんですけど、まあ、まあ今シーズン振り返る上で一番やっぱり最初は大事なのは ACL に出たというのがまあ我々としては大興奮したんですけども、ゼロックスと ACL とリーグ、この3つっていうのはどういった心境で、準備なんか間に合ってなかったんですか。まあ、特に今年は去年あの天皇杯優勝できたこともあって準備期間が短かった、うん、プラス開幕までその最初のゼロックスまでの期間も短かった、うん、プラス、新監督ポポビッチ監督を、うん、あの招聘して、監督のサッカーを浸透する時間も必要だったということで、うん、非常に選手はあのキャンプから激しく動きましたけど、その中で ACL も含めて長谷川くんがゼロックスと ACL と試合を決める得点をしてくれたので、あの非常に助かりました。チームとしては悔しいのは結果ウルさんがアジアチャンピオンになったじゃないですかってことはいけたぞとか皆さん思ってるんですか。これちょっと思ってます、ね、思ってます、はい、このラウンド16も、うんうん、もう一回やったら絶対勝てます。おお、これは本当にけどそのもう一回がないんだなとなるとないんだこれ先生、はい、じゃあ J リーグ行きたいと思いますが、まず序盤の3連勝の時のこの話って、まあ、開幕戦はあって、2戦目の名古屋戦、この試合見てて最高でした。最高だった、ね、前半少しちょっと長谷川君の出来が良くなかったんですけど、はいはい、加賀選手の折り返しからヘディングシュート、お、うん、素晴らしいね。持ってるんですよね、名古屋の空中戦で勝ったからね、はい、そうだ、マスカワとケネディを抑えてやりましたからね。すげー、顎がすごいですよ。誰が顎でかいやん。顎でかいってどういうこと。顎長いでしょおー、馴染んでますね。この辺りがポイントが高いと思う。ここです、あのちゃんとが我々サポーターの長谷川アリアジャスルーってのがうした、うますぎだな。そっち中途半端にちゃんとやってまずいんですあれが気持ち、どうなんですか長谷川くん、あのいやちゃんと垂れるのが本当にありがたいですね。あの真面目な話、移籍してすぐに相手作ってもらえたので、まあ、自分としてもこう入りやすかったですし、あれを聞くたんびにこう自分も頑張ろうっていう盛り上がるちゃんとだと思います。それをやっぱり FC 東京魂の皆さんが、うん、あの番組でも取り扱ってくれて、はい、ね、ユッティさんと。そうですね、僕は好きな長谷川アリアジャスールですっていう自己紹介もありますから。見てましたね、サンキュー。ね、ジョナ君、だって今はもう関係ないとこでも歌ってますからね。そうそうそう、うん、もはやいやそれで、まあ、調子に乗ってやっぱ神戸戦の 2-0 ですけども、この時に確かどなたかがねいなくなるんですよ。何でしたっけ高橋先生、この 2-0 の時に誰かがね途中でね、相性、赤い髪を集めてる人でしょ誰かが途中であれだったんですけど、多分ね、あれ石川君の後輩じゃない、アーリア AJ か AJ だ AJ これどうなんですか、あの先生、こういう風に途中で、いなくなるというのは大変困ります。大変困る、大変困ります。なんでああやってすぐいなくなるのよ。いてもいいんだよ別に。でまあまあ3連勝してこう来る中、まあ、広島戦ちょっと残念ながら負けちゃいました。その後の我々サポーターからするとこのクラシコの
この一年誰でしたっけ、誰でしたっけ、これ一人少ない中ね。またまた一人また待って待って、さっき、はいはいはい、あれはね、森重選手のヘディングのゴールで決めたっていうだけで、それ以外なんかイベントありましたっけ。いやいや、劣勢の中でしたよね。劣勢でしたっけ。早い段階じゃなかった。早い段階で劣勢だった。結構早い段階で、うん、あれちょっと足が長かったのかな。ちょうど横浜方面、そう、横浜方面ですね。すぐいなくなる人がいるんだよな。あれやっぱり先輩としてどうですか、石川君。あの時ほんときつくて俺マジふざけんなって。もうほんとヘトヘトで、もうあのコーナーキックも最後も力振り絞って、もうサポーター煽って、煽りましたね。もう煽るとあれプレッシャーで、やっぱ逆に結構煽るとミスって残念がられちゃうっていうのがあったんですけど、でもここはもう煽って一つになってゴール狙いに行くぞっていう気持ちをこう乗せたかったんですよね、ボールに。劣勢だったんですからね。そう、劣勢、劣勢。でもいいボール来ましたもん。だってさあ、やばいっす。あれ決めてそのままゴールでガーッて。サンキューやめよ。みんなにだよ、みんなに。その時どこでミスったの。その時どこにいたの。僕あのベンチ入れないんで下のところでずっとこうやって頼むって言ったら、お願いお願い入って、上停止明けでしょ。そうそうそう。何してんの。広島戦に関して上停止、フロンターレの復帰した、はい、復帰しました、うん、で前半で僕イエローもらっちゃったんですよ。そうそうそう。でその時に後半の最初だね、その後ね。でハーフタイムに監督に、うん、お前イエロー1枚もらってるからマジ気をつけろって言われて、うんうん、その2分後っす。監督の振りだと思ってるんでしょ。振りだと思ってるんでしょ。気をつけろよって言われたと思ってる。で、そこからの頼むで森ちゃんの劇的ヘディング。うわー、よかった。ブラーボーですね。ブラーボー、ブラーボー、 B ポイント、 B ポイントだ。あ、古いですね、それ古いね。今頭の方、頭の方。あの時のゴール裏に行ってる時の森重君のあの気持ちよさそうな顔が楽しかったな、あれ。いやもう気持ちよかったですね、うん、もう結構1番2番ぐらい嬉しかったですね、プロ入ってのゴールで、はい、俺らもみんな総立ちだったもんね、プロってね、うん、でそんなのがあって次鹿島戦もちょっと聞きたいんですけども、ここ田辺聡太の、そうだ、J1 初ゴールをこの試合で受けて、このゴールが俺大興奮、俺一番好きなの、アメフトゴール。3回ぐらいアメフトみたいな試合あった。3回ぐらいあった中で、あれ。ああいう練習はするんですか。どう。いや、しないですね。なんか水かなんか飲んでた。そうですね。なんか、なんかいないような感じになってて。レオ君見てる。ミソミソ。いや、なんかもう、直接誰か、ルーコンか。まあ、決めてくれるっていうか、来ないと思ってたんで。普通にちょっと喉乾いたんで。そうです、始まる頃いないんですよ、中に。で、なんか水飲んで、で、たらたら戻ってたら、うん、ちょうど来て、やっぱ飲んどくべきだなと思いまして、飲めもんだなと思いまして。すごい、でもそんな飲んどくべきだな、まとめが。いいですか、僕、発説。これ、ねえ、言いたくないでしょ、これ。二人少ないところで、ああそうだ、これ悔しかったな、これ。先生どうすか、これ。いや悔しいね、うん、申し訳ないです、サポーターの皆さんには。これ顔が上がんなかったですもん。まあここは前半戦で結構一番しんどい時期だったと思います、チームで、うん、なかなか勝てない時期が。でもその後こう一気にぶり返したね、うん、そう、3連勝ですか。3連勝来て、それでちょっと吹っ切れた感は逆にそうあったのかなって。そうなんだよな。そんな中ね、もう一個浦和戦のこの13節ベストゲームとか素晴らしかったなと思うんですけど、ここもね、どうでした、選手はあんだけサポーター観客いっぱいいて。いやもう結果は引き分けでしたけれども、うん、見て内容、見てる人の心に響くような試合だったと思います。いやこれが J リーグで見れるんだったら J リーグ安泰だなって。ここも森ちゃんがね、そうだ、そうここもですよ、そうだ、森ちゃんロスタイム。いや、奈緒さんからいいボールだったですね。ここもまた奈緒さん本当に、うん、
ごいな。もうなんか見違えるよりって言うと失礼かもしれないけど、もう全然みんな動くしパス回しお互い負けられない。どういうことなんですか、これ。相手チームに関係することとか、お客の量とか、なんかあるんですか、そういう。やっぱり浦和レッズっていうことで、あの少なからず王者になってるし、あのアジアでも、ね、1位になってるチームなんで、僕たちも絶対にレッズには負けられないっていう気持ちを持ってますけれども、それにしっかりレッズの選手も、まあ、反応してくれたというか、お互いにあの特徴が出たいい試合だったと思いますけども、監督さんも監督同士が絶対に負けられない、まさにレアルとバルサみたいな、記者さんに言うその試合の振り返りもお互いにこうバチバチ感が出てて、ね、普通監督って終わった後挨拶してなんか握手しますよね、うん、あの試合確かしないでこう、そうなんですか、しなかった、しなかった、しなかった、気合入ってんなっていうのは伝わってきます、ね、でもやっぱりそういう時に限って監督さんはやっぱりシンプルにっていう言葉をすごい使うんですよね、普段やってる小平の練習をこの方式で出せっていうことを言ってくれるんで、まあ、気合は入ってましたけど、やり方を別に変えたとかはない、うん、じゃあこれはもう負けたら大変なことになるぞみたいな感じだ、選手は。負けたらもう、ね、監督のためにっていうのもあったってことですね。サポーターが選ぶベストゴール2012、こんばんは、ゆってぃです。さて、第5位でございます。石川、深呼吸、険しい顔。さあ、誰に蹴るんだ。さあ、蹴った、誰だ、誰だ、誰だ、カズマー、カズマー、カズマー、ありがとう、肩を並べてゴール裏、ポポビッチ、カズマにBポイント、塚田さん、熱い、はい、サポーター、あれやって、あれやって、カズマークス、ナオさん、花だよ、狙ったんだよ。もう一回見てみましょう、ボールが花をヒット、花低いのによく当たったもんだ、カズマの花ヘディングシュートでした。チャンネルはそのまま、マックス。応援する人ってゴール裏ってイメージですよ。解体のところはパッと浮かんでくるのがどうしても負けた試合っていうか。ここ僕の家なんで、家が新しくなって嬉しかったです。ありがとうございました。その名もマッチデー G リーグエキストラ。天皇杯はもちろん、移籍情報、キャンプ情報をはじめ各チームの最新情報をお届け。これを見なければ新シーズンは迎えられません。放送は毎週日曜日午後9時。オフシーズンも J リーグを見るならスカパーで。毎月第3金曜日夜9時から放送の浦和チャンネルに新コーナーがスタート。牧野の部屋、牧野智章がゲスト選手の素顔に迫る牧野の部屋。チームの歴史も振り返る。そしてレッツレディース情報もお届け。浦和チャンネル、お楽しみに。ウェバーチャンピオンズリーグハイライト。ヨーロッパの頂点を目指す戦いの全試合全ゴールをハイライトでお届け。ホットな試合後のインタビュー、スカパー解説陣による分析、現地ジャーナリストからの最新情報、60分でその週のチャンピオンズリーグ丸ごとチェック。ウェンブリーにたどり着くのはどのクラブか。皆さん、年末スペシャル楽しんでますか。ベストゴール第4位もくるくる。さて、どんなゴールなのか。ほうほうほう、あ、これね、
はい、森ちゃんからのナイスパス、石川番長お見事。はい、転ばないでよ、転ばないでよ、くる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 っと、お見事。さあもう一回、森ちゃんからの石川番長、もう一丁パスン、キーパー動けず、石川番長いう中で、これ大体前半ここら辺ぐらいまでが前半の展望なんですかね。はい、それでちょうど ACL が終わったんですね。そうなんです、ここで ACL が終わったんです。 ACL が終わって残念ながらベスト16という成績だ、成績でこれからリーグに力を注いでいこうっていう時の最初の試合でマリノスに、僕これびっくりしちゃったんですよ、ね、これ何が起こったんですか、このマリノス戦は。やっぱりACL が終わって、一応小平キャンプっていう形で、あの午前午後の2部練習を敢行して、あのなんか春先にできなかったことのフィジカルなことをね、そこでやったんですけど、マリノス戦の時はみんな体が動いてなかったですね。やっぱりそういうフィジカルをしながらも、やっぱり試合に向けてコンディションを作っていく、まあ、その両方を常に追い求めてやっていかなきゃいけないんですけれども、はい、それがあった。でここでまあもう真夏ですが、こうなってくると、はい、ここであの先生、 FC 東京ファンフェスティバルがちょっと国体の関係でこのリーグの途中であったのはこの試合の後だったんですよ。そうですねいろいろあったところでございます。ここはファンフェスタのことは全然盛り上がりましたよね。向原君に聞いてみようか。そうだそうだ、そうですね、選手会長としてやっぱりこの1年あのしっかりと引っ張ってくれたんで、学級委員、はい、いやもうイケメン、ありがとうございます。いやもう本当すごい受け入れるイケメンって言われたこと。いやこのね、東京フェスティバルっていうのは、うん、FC 東京で初めての試みだったので、本当僕と秀君、蒼丹、吉本君だったり大竹雄平だったり、まあ、みんなで、まあ、試合ちょっと嫌な試合の後だったんですけど、ちょっとやりにくかったよね。そうやりにくかったんですけど、うん、いろいろミスコンもねあったり、うん、そうだ、はい、ね、もちろんすみれさんが優勝してすごかったね、はい、ありがとうございます。明らかに綺麗だったもん、あれ、まあ、もしかしたら、うん、保健のすみれ先生が後々ここに乱入してくるかもしれないんで、おー、まあ、やっぱりね、女子生徒がこの授業を一緒にやるっていうのは嬉しい限りですよね。期待しててください、すみれさんの登場に。すみれが来るの、すみれ来るすみれが来るすみれが来るちょっと先生、違うんじゃない先生、僕頭ややこしくないすみれが来るんだ、まあ、美しい方が来るかもしれない。わー、いいね、それはいい。実はみんなのテンションもね、もっと上がって俺、すみれが来るのかと思いましたごめんごめん、はい、で、あとなんかトートバッグとか作ってませんか、はい、そうだ、これが一番僕ともうヒデ君が、うん、これ売れなかったらどうしようとか思ったの。いやもう最初何枚でしたっけ、最初300、150ぐらい、450で、枚数、ね、多分これだけしか見込めないでしょっていうことで、はい、まあそのクラブからもあの必ず売り切れるだけの量を作ってくれっていうこと言われてて、うん、そうなんです、余ると大変なんですよ、完売ですもんね。でもしかもそれが1500枚ですもんね、うん、すごい、すごい、僕ら行った方がいいが売れるか心配で、うん、まあ、でも本当皆さんのおかげで、やっぱりみんなで外に出て買ってくださいって言ったらみんな買ってくれました、はい、選手がこうやって買ってって言って買ってくれるんですね、うん、なんかやらしくなっちゃう。いやでもね、サポーターはすごくそのあこんなに我々のところまで来てくれるんだって結構驚いたの。確かに、でも今でもやっぱりね、そのトートバッグを持ってこれにサインしてくださいっていうのを言ってくれるんで、一つのね、選手とサポーターの皆さんが近づくきっかけに、はい、なったと思います。さあ先生、はい、ここからちょっと勝ったり負けたりがこう続くんですけども、ここら辺はそのオリンピックでね、はい、選手がいなかったりとか、あとアーリア選手、アーリア君が代表招集されたりとかして、ちょっと AJ どうだったんですか、AJ、どうだったんですか。いや本当にすごい、あのメンバーもすごかったので、うん、しかも公式戦って国際 A マッチということで、また雰囲気も全然違いましたし、すごいあの刺激的な、まあ、3日間という短い期間だったんですけど、いい経験になりました。でその経験があって浦和戦で戻ってくるんですよね。そうですね。で浦和戦の2対2、うん、これも面白かったな、これ。ムクハラ君とアーリア君のゴールですよ。
そうだ、浦和だけには負けられないから今回も伝説も1対1、今回も乗り、上に乗り込んで2対2。これ初の3バックにした時じゃないですか。そうですよね。そうだそうだ、そうですよ。えみたいな、練習で1回もやってなくて引っ張れみたいな。そうかそうか。それでマサトと、うん、香川君と、うん、どうする試合中に、まあ、3バックやれって急に言ってきたと。ハーフタイムです。ハーフタイムだと。いや、とこないよでしかも劣勢が0-2でしたね。そう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 。いや、もう行くしかない、まあ、少しこうレッツの3-6-1に対して、最初前半自分たちの 4-4-4-5-1 がうまくはまらなくて、それに対しての、まあ、マンツーマンというか少しマークを明確にしたということで、ラインを高くして、押し出していった結果、長谷川君と向原君が活躍してくれました。どうなんですか、手応え的にはどうだったんですか。やったことないよって言いながらも結果は出ましたか。まあ、あの時はもうやるしかないっていう形だったんですけれども、0-2 の状態から2対2に追いついたことで、3バックっていうオプションも一つ、見出せたのかなとは思いますね、森ちゃんね。まあ、あくまでオプションなんで、そんな混乱することは僕らもなかったですし、その、まあ、浦和戦に限って言えば本当マンツーマンでもう1対1の勝負のところでやるぞっていう風になったんで、やることがはっきりしたんで、まあ、そこは結果的に良かったところかなと。そうなると結果でいうと広島戦もその3バックでいって1-0で、そうだそうだそうだ。それとこの後にナビスコカップの清水戦の第1戦があるんですけど、ここで 2-1 で勝ちまして準決勝、ここら辺で、まあ我々としてはナビスカこれは行くなと思った。アンチョコに思ってたんですけど、思った。うわ、やっぱ強いなカップ戦と。カップ戦ちょっといいですよね最近。これどうだったんですか、ここら辺の。いいですけど僕ちょっと代表の方に行ってたんで。あ、そうだそうだ、先生はそうだ。その辺はちょっとどなたに。田辺君に。ちょっと答えられなそうにないんで、まあ、選手会長の向かう。あ、そうですね。いや、もうカップ戦これは正直僕も雰囲気がすごい優勝した時と雰囲気似てまし、似てたんでこれ行くかなと思ったんですけど、やっぱ日程の頃あれもありましたよね。その流れでセットでやったら一気に行けたのかなっていうふうには思う中で。あと先生、天皇杯っていうのもありましたよね。天皇杯も僕ちょっといなかったんで。あ、本当ですか。天皇杯なんか天皇杯っていうカップ戦もありましたよね。おい、ゆってぃ君、天皇杯の話は今日はしない方がいいんじゃないか。ほらなんか 1-0 今年で天皇杯ってありました。いや、なんか優勝したらもう来年になる。あ、そういうことなんだ。チャンピオン出ないみたいな。なんだよ、早く言ってくんないと。免除されない。まあまあまあね、そんな年もあるさっていうことですよ。そうね、うん、もう一個だけ、もう一個言っていいですか。29節セレッソ戦があるんですけど。おお。この時僕、ちょっと諸事情。そうですよね、はい、諸事情があって森重君が珍しくね。これはでも前、こんなあの前のレフェリーはあれちょっとあれですよね。あいつちょっとあのレッド出るよ、レッド出るよあの人ちょっと相性悪いんじゃないですか。あ、そうなんだ。でね、その大事な人がちょっと野暮用があったんですけど、そこでももう一人ね。あ、僕テレビ3タイムスチャンピオンが。I'm 3 times champion。 有田さん、これどうですか。こういう風に、まあ、有田選手だけじゃなく退場になった試合の後のロッカールームっていうのはどういった関係性なんですか。退場した人と出場した選手っていうのは。いや、俺もう本当にこの時はショックでした。マジ死にそうでしたよ。そうなの。でも R 君すごいの、退場して負けないんですよ。そうなんだよね。持って全試合が先輩にならない。だからなんか、なんか退場がなんかなかった感じになっちゃう。そうそうそう、ずるいんだよ。いや、それはいい意味でね。ね、いい意味でね。あれはいい意味だよね。ね、まあね。なんだよ。こっちフォローしてやってんだろ。おい、まあ、前の前の年、森ちゃんが退場すると負けてたからね。そうそうそう、あの時の森ちゃん、あの年の森ちゃんはちょっと荒れてたもんな。でもその次の年に素晴らしい。いや、素晴らしい。フリーグバンバンって歌ってことは来年あるんじゃねえかと。AJ 来年持ってますからね。おお、来た。カード。俺これもうカードカード持ってないです。俺これで開幕戦ゲットもらったら笑っちゃうよ正直このセレスト戦は、
まあアシストもしたし、うん、ちょっと待って、ちょっとやることはやって出てったなと。そうね、最悪の最後の最悪の退場の仕方も一緒なんだよね。そうなんですよ。ドリブル大きくなっちゃってみたいな、足が出ちゃった。そこはもう本当反省しないといけないんですけど、うん、まあ、やることはやったと、うん、いやそういう問題じゃないんだよだからプラマイゼロにしようと。だから本当に許してほしいです、まあ、やるまあやることはね、はい、まあ試合だけじゃなくてね、やってるもんね、長谷川くんね。いや来年どうすか。来年はもう、そう、来年、いやもう来年俺もあれっすよ。それじゃあここで言おう、ここでちょっと宣言しましょうよ。カードをもうもらえませんっていう。もう僕はあのカメラ目線でお願いします。審判の方々すいませんでした。あのフェアプレーでいきますんでよろしくお願いします。で来年はフェアプレー賞、 J リーグアウォーズ、 J リーグアウォーズ。いやフェアプレー賞はイエローカード1枚もらっちゃいけないです。あれ無理です。無理だ、無理って言われてるよ。無理なんすか。無理だ、無理だ。森ちゃんぐらいはね、森ちゃんも今年以上ってないから。無理っすね、あれフェアプレー無理だ。無理、やっぱ難しいんですか。やっぱカードが出ない。言い方変ですけど、プロフェッショナルファールってのもあるもんね。そうですね。そうそう、あの自分の中では全てプロフェッショナルファール。出てないからそれさ、使いたいがるのやめな、覚えた言葉って。まあ、その辺の今後の指導はあの森ちゃんがしていくんで、温かく見守ってあげてください。はい、はい、じゃあその中、これここもちょっと聞いていいですか。31節、うん、名古屋戦のこの 0-1 の敗戦でいろんなものが、そうですね、 ACL というね、うん、ここね、ジョナ君がインタビューしてたんですけど、このインタビューがいい、なんかね、基本的に負け試合のインタビューは俺したくないからね。いやそうだね、普通ね、できれば、うん、負け試合の時の何を聞いたらいいか正直わからないっていうのが、うん、これ負け試合の時はどういう風に聞かれるのが一番質問が下手どういう風に聞かれるんですか。見本例えばどういう質問が見本って。じゃあこの試合 0-1 で負けました、全ての目標を失いました、どういう質問だったらまあ答えられますか。まあ、やっぱり今後どこを目指すのかって聞くじゃないですか、うん、でやっぱりもう ACL がない、その中でも残り試合、全試合自分たちのスタイルをかあの確立して残りの試合全て勝ちに行きますっていうような回答をするような質問が欲しいんです、うん、前向きな言葉を出せるような質問がいいってこと。だってジョナ君、うん、どうですかどうって全部なんかそのえ謝れって言ってんの、 ACL 取れないからこれ謝ってくださいって言ってんのかなっていう、ちょっとネガティブに考えてしまうってことですよね、はい、ということでね、ジョナ君の来年のインタビューの仕方の成長も今後見ていきたいなと、うんうん、ここ頑張ります先生。これやっぱりこの最終試合がこうだったってことはやっぱ来年に向けてすごく良かった、どうですか。これできた自分たちのサッカーを来季、ここを基準に、ぜひとも展開していきたいなと思います。じゃあ前半とりあえず振り返らせていただきましたが、はい、まあこれでいてちょっとあるんで、ちょっと後半さらにもう一つ情報があるんで、それをちょっと先生にもいろいろ聞きたいなと思って、うん、とりあえず振り返り先生ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい、起立、気をつけ先生。これで1限目終わった後ですね、ちょっとうちの2人が少し部活動でちょっと出なきゃいけないということで、ちょっと奥原くんと蒼汰くんがここでお別れなんですけども、先生どうですか、評価としてこの2人。まあちょっと田辺くんの方は本来の実力を見せるなかな。そうなんだ。あのまあ FC 東京魂の高井先生に出れたっていうことで、視聴者の皆さんにはあの構ってほしいかなと思います。どうですかお二人こう出られて。いやもう憧れの高秀先生の授業に出られてとても光栄でした。これはもうついに出れますね、はい、そう基本的に褒めると出れるってことなんですか。田辺くんはまあちょっと番長も近かったんで俺のせいあれあんな喋るとちょっとそういうことか、ね、すいませんでした。生ありがとうございました。ありがとうございます。田辺くん、ムクハラくんお疲れ様でした。というわけでベストゴール2012第3位、真面目な子誰なの。さあこれは赤いということは浦和戦、梶山から、さあ誰、ルーカスで、もう一丁梶山から、さあ誰に、アーリアから、ナオから、ルーカスから、アーリア負けられないよ。浦和戦は長谷川、アリア、ジャッツ、俺が一番負けたくないんだよ。さてアリア、ナオ、
そしてルーカスが中に入れて、あーりゃーいいね。まだまだ続くよ。犯罪者の行動や心理を分析し、犯人像を推定するプロファイラー。きっと単独の同一犯の犯行です。やめてくんないかな、感覚で物言うのは。チームでしょ。プロファイリングってのは集団作業じゃないと思いますけどね。私は知りたいです、彼の心の中にどれほどの闇が広がっているのか、その先に何が見えるのか。レディ、最後の犯罪プロファイル、お楽しみに。1月の J スポーツ ISU 欧州フィギュアスケート選手権、男女シングルショートフリーを全滑走生中継。全米フィギュアスケート選手権、男女シングルショートフリーを全滑走生中継。そして ISU 世界スプリントスピードスケート選手権をお送りします。 J スポーツを知らない男なんて。2013年最初のグランドスラム、全豪オープンテニス、日本のエース錦織圭の新たな戦いが始まる。そしてスペイン国王杯コパデルレイ、5月の決勝に向け見逃せない激戦を独占放送。見るほどに新しい出会い、ワウワウ。詳しくはホームページを検索。火曜ポップスチャンネル1月のおすすめ番組、アルフィースウェット&ティアーズ東京ベイエリア1986、伝説のライブをオンエア。レッツゴーヤング、スーパーアイドルのステージであなたの青春が今よみがえる。お問い合わせはスカパーカスタマーセンターまで。さあ、ベストゴール第2位、今シーズンの劇的王子といえばユッティなわけない。ということでさ、誰だ。あれ、タコヒデ先生、タコヒデ先生なの。あれ違うじゃん。出た出た、これね、劇的といえば森ちゃんヘディング。やった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 、森重来い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 、みんなおいで、ファンの前に行こう、おいでおいで。さあ、もう一回見てみよう、マリシンゲー劇的。俺もやった俺もやった、痛いよ、叩かないでよ。さあ、ポポカとショーショー、フロンターレファンの皆様、本当にありがとうございました。今シーズン、僕ね、ちょっとその梶山フリークからして思うんですけど、今年やっぱ梶山選手変わったなと、なんかいろいろと楽しそうにサッカーやってるなっていうことをすごく感じて、なんか笑顔も増えたりとか。まあ、そうですね、やっぱりポジションも一つ前に上がりましたし、うん、まあ本当ポゼッションサッカーっていうのが自分の理想でもあるので、はい、まあ、その中で、まあ、質の高い選手もいますし、うん、まあ動きながらっていうので、まあ、本当自分も成長できると思ったし、まあ、楽しめるっていうのも思ってたので。なるほど、はい、ちょうど僕仙台戦インタビューを聞いて、理想のサッカーができたっていうふうに言ってましたけど、はい、その改めてその梶山選手 その理想のサッカーっていうのは、あの仙台戦で言ったのはどういうところが理想的に。監督がやろうとしてる3人目だったり、うん、こうまあ、自分が自分がっていうよりかは、はい、本当全員で崩せた点も多かったし、はい、まあ、その今年やってきた、ね、連動してっていうのが本当何点も出た試合だったので、はい、まあ、本当やってても楽しかったですし、
理想とするサッカーで自分がここでやったら一番生きるんじゃないかなっていう、ちょっと梶山選手の頭の中のサッカーをちょっと覗いてみたいなと。ちょっとね、僕のたっての希望でちょっとこういうことをちょっと梶山選手にお聞きしたいなと。フォーメーションでいうとどのフォーメーションが自分は好きですか、お好みのところで。どうだろうな、自分が生きるのは、まあ、サイドではないことは確かですけど。サイドではないってことはやっぱ真ん中のところで。そうですね。ちょっと2列目と3列目っていうとどっちなんですか、自分が一番。いや、どっちなんですかね。これ 4-4-4-5-1 ですか、一応。どういうフォーメーションが自分の中で。じゃあ今の FC 東京の理想は、はい、トップ下でトップ下ですか、2トップ欲しいんですけど。ほう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 。そうするとちょっと難しいで、まあ、っていうことはこういうことですか。3枚になっちゃいますね、ディフェンスは。ディフェンスを3枚ですか、梶山選手。自分3枚でこういうことですか、 3-5-2。 そうですね、こういうことですか。で、ここが梶山選手が、はい、一番自分は、へえ、やっぱここな。ボランチをやってた時期も多かったですけど、その時からやっぱりここをやってみたいなっていうのがあったんですか。いや、まあボランチは今は本当、うん、ヒデとかヨネとか、はいはい、アーリアが、まあ、良くなってきて、はい、まあ、パス、まあ、前はトップしてやってもボールが入ってこなかったりっていうので、はははは、まあ、ちょっとあれでしたけど、自分が下がってるものをさばきたいと、はい、みんな、そういう、そうですね、いい選手が入ってきて、はい、ボールが入ってくるので、はい、まあ、そうなってきたらやっぱりトップ下の方がトップ下いいかなと。じゃあこのトップ下に梶山選手が配置した上で、もう、まあ、FC 東京の選手もいますが、いろんな特徴のあるプレイヤーがいると思いますけど、自分がここに配されたで、自分が監督だとしたら、まずどこにフォワードはどういう選手が自分にとってはあるいるといいなっていうのはありますか。背の高い選手とか。まあ、フォワードは、はい、ルーカスとカズマで大丈夫です。大丈夫。これはもうフラットな感じですか。どっちかが衛生的に回るというよりは。まあ、ルーコンが受けれるので、はいはいはい、そこで受けて、でカズマは裏に走る。裏に走るみたいな。はははは、なるほど。で、ここが定まっていくと次はどこを、やっぱここですか。配置する。そうですね。ここはどういうタイプのボランチがいると自分はやりやすいですか。いや、まあ守備強くて縦パス、はいはい、知らせる選手の方が。知らせ選手。これ両方ともそういう選手がいればいいと。例えばディフェンス中心。そうですね。そうそう。なるほど。これ両方で、ここが関係性でっていうことです。はい。梶山選手がボールをもらったら、いろんなとこパス選択肢をいつも梶山選手がどういう風に動いてもらえると一番理想のゴールのパターンを、最高のゴールのパターンをちょっと教えていただきたいんですけど。まあ、理想、まあ、一番単純なのは、一番単、はい、単純なのは間で受けて、はい、ルーカスに当てて、ルーカスに当てる、はいはい、落として落として、それで梶山3人目で、梶山さんスルーパスでそのまま。あ、なるほど。もうシンプルな。結構縦に速いんですね、イメージしてるのは。まあ、この辺だったら、もうゴール前だったら、うん、はい、まあ、やっぱりサイドですね、サイドから。サイドから、こういってこう、ここら辺が連動してと。そうですね。で、梶山選手は基本真ん中でずっとここでボールをさばきたい。まあ、できればそうです。サイドにこう行くよりは、ここでいろいろボールを持ったり、はい、で、後ろから飛び込んで、はい、なるほど。梶山選手が一番サッカー選手としてこだわってるところっていうのは、まあ、自分の課題でもできるし、シュートもできますけど、はい、そうですね。まあ、シュート打たないといけないですけど、うん、まあ、最後やっぱりこうシュートのとこからこうスルーパスみたいな感じでこう逆をついて、まあ、自分が決めなくても、うん、その逆をつくプレーやっぱり好きなので。なるほど、まあ、好きなプレーでもあるし課題でもあるかなっていうところなんです、うん。まあ、その梶山選手が常にシュートの意識があって怖くてディフェンダーがそう来たとこうまいことシュート打つと見せかけてスルーパスみたいなことですか。そうです。それが一番、は
美しい形だと。へえ。まあ、ってことはじゃあ今シーズン得点は確かリーグは2得点ですかね。まあでもそれよりそのいろんなスルーパスとか、例えば今シーズン振り返ってみてこのプレー自分の中で良かったなっていうのをなんか1個挙げていただけると分かりますか。この得点の時のスルーパスとか。もうイメージ通りだったのは、はい、名古屋戦の奈緒さんに出したパス、うん、前半のそうです。あ、そうか。あの前半戦の2節ですか、ね。2節の、はいはい。の、そう、後半の奈緒さんに出した。はい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 。と、まあ仙台の最後のネマに、うん、ネマにやつはもうイメージ通りでした。はあ、イメージっていうのはどこからのイメージ通りなんですか。その例えば仙台戦のネマ選手だと。どこら辺からそのスルーして根間選手にまずパスを。そうですね、あれはもう奈緒さんがドリブルして、うん、で、まあ、根間もこう一緒に走ってたんで、はい、で、奈緒さんの方にディフェンスが1人行って、うん、まあ、早いからカバーでもう1人行ってて、はいはい、なので、で、奈緒さんから結構横パス来るっていうのもあったし、うん、まあ、そこでもう来るだろうなっていうのを思って、でその辺からですね、もうイメージ。そこからもうイメージ、そこからゴールまではもうイメージ。はあ、そのイメージってどこで培われたんですか、梶山選手。いや、もう今年は本当監督に、うん、まあ、アイデアだったり、はい、そのまあ、3人目で動くっていうのをずっと言われてきてたので、はい、まあ。そういうパターン練習とかでもそういうイメージは増えてたし、はい、まあ、本当日頃の練習からそういうものをイメージできてたのかなと思います。うん、ということで、いやいや、じゃあありがとう。もう時間もあれですもんね。いろいろ僕、これが聞きたかったんです。梶山選手の頭の中の理想を僕は、が具体化したら、絶対に FC 東京は僕、頂点を。決められると思ってるので、期待しております。すみません、今日はお忙しい話をありがとうございました。それで梶山選手でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生、ここからちょっと後半の企画に行きたいんですけども、もう一人転校生がちょっと来たので、ちょっと紹介してもらいましょうよ、これ。あ、僕が渡辺一平です。よろしくお願いします。昨シーズンはちょっと参加することはできませんでしたが、見ていてぜひ今シーズンはと自分から名乗り出て、参加してます。完全に出立ちがもう、あの、同級生ではない番長が、うん、シュッとしたんです。番長側頭席から押し出されてる。いや、もう総長なんで。番長これぐらいの時からしてるから。いや、でもこれは厳しい、厳しい件もね、ちょっと出るかもしれませんが、ということで、まあ、その後半のあれなんですけども、他校の、まあ、あの FC 東京学園からの話はこうですけども、他校の生徒が見たFC 東京はどうなのかっていうのをちょっと、面白そう、気になる。それをちょっとみんなで見て、うん、ああだこうだ言おうかなということで、ちょっとね、エルゴラ学園の方からですね、その他校のいろんな学園がありますね。いろんな学園がありますね。ややこしくて、ややこしくて、要は他校からの意見を、そこを観察している記者の人の意見をちょっといろいろ待ってですね、ちょっとある程度、あの、ここのチームの、あの、聞きたいなっていうところをいっぱい選んできたんで、ちょっとまずチーム名だけ教えてくださいね。広島から見た FC 東京、仙台から見た FC 東京、してて最後やり返し、浦和から見た FC 東京、マリノスから見た FC 東京、柏から見た FC 東京、名古屋から、名古屋、川崎から、鹿島から、とここら辺をちょっと行きたいなというふうに思っております。まあ、とりあえずじゃあ参考に、まずは我が学園をずっと見てくれた記者の方から見たちょっと FC 東京の、あの、良さをこう見てきました。攻撃力とかこうやってね、こうやってグラフにしてますけども、まあどうですかね、攻撃力3、守備力3、うん、身体能力 4、監督力3、これ大丈夫ですか。いや、これもね、リアルな数字として、まあ、これ記者ですから、タレント性 4、うん、経験値2、ポイントとなった試合がやっぱこう親心なんですけど、全部負け試合なんですよ。全部負け試合なんですが、これどうですか、まずポイントとしてこの4試合、そういうポイント、まあ、多分
ポイントとなった試合でゼロックスを上げてるのはやっぱり今年ね、うん、ゼロックスで自分たちのサッカーが見せれたので、うん、そこで期待してくれたっていうのがポイントだと思うんですね。そうですね、らしさがここはもうみんながどういうサッカーしたのかすぐ分かりました。なのでこちらも多分この3つは、まあ、今回 これだけの FC 東京の選手が集まった中で、うん、タイトルを取りに行くってなった時に、はい、この戦力を考えた時のノータイトルだったっていうことで、ね、まあ、敗れてしまったここで敗れたことがっていう。でもさっきちょっとあの昼休みにみんなで話してましたけど、いやそれ以外にもここが痛かったぞみたいな話してましたけど、この新潟のホームの 0-2 の試合と、うん、マリノスのこの 0-1 のアウェーでの試合は本当に何もできなかった試合なので、ここがなかったら、うん、今の順位はっていうのはありますけど。なるほど。じゃあそういうチームのところでどういうところ、じゃあ今のところで、じゃあマリノスのから見た、うん、ちょっと FC 東京というのをまず見ていきましょうかね、ということでちょっと見ていきたいと思います。マリノスはこちらでございます。ドン。あら、なんかちっちゃいね。ですね、そうですね、さらにちっちゃくなりましたけども、攻撃力が 2、うん、以外は守備力、身体能力、監督力、あ、監督も 2だな。ちょっと監督力ちょっと見るの怖いなもうというのがあるんですけど、まあそんな、F マリノスの記者から見た FC 東京のストロングポイントはどこだったのかというところをお聞きしたらですね、後方からのビルドアップ能力が高いのがやっぱ FC 東京だと。ここね、森、はい、森ちゃん、そうですね、その森重を中心としたゲームの組み立ては担当チームとの一線をもうかすも超えていると。ただそれを中盤と前線が活かせず得点能力につながっていないと。もう記者なんでちょっと厳しい意見もあります。これどう思いますか、こういう。一平君からちょっと。そうですね、この森重選手からのビルドアップとかどうですかこれ。僕も同じポジション出身なので、そうかそうか、やっぱり同じ目線で見てしまうんですけど、うん、羨ましいですよ森重。あのね、守っててボールを奪って本来だったらしんどいからポンって蹴りたいところをやっぱりパスコース探してるんだね森重君は。でそこで見てると本当は動いてほしいところに動いてもらえてないことって結構あるんじゃないですか。そうですね、まあ、大体ボールを取った瞬間もしくは取るときに見るっていうか観戦視野とかで見てるんですけど、まあ、大体カジ君とかはもうそういうのも結構分かってくれて、自分がこう取った時に、まあ、関節視野なんで、まあ、色と動きが見れれば誰かって分かんなくても出せるんで、まあ、そういう動きとかを受け手として作ってくれれば視野に入りやすいんで、まあ、そこはやってほしいかなって時もありますし、まあ、そこに自分がもっといいところに出せるように努力はしてないといけないかなと。こちらがマリノス、はい、こんな感じでちょっと全チーム行こうかなと。どこ聞いてみてください。そうなるとやっぱり魂の番組でも、うん、クラシコをすごい掲げてくれたので、ね、川崎との、まあ、川崎がどう思ってるかっての行きましょうか。そうだ、それは川崎こちらでございます。右寄りだね、右寄り右の方やっぱ記者は若干やっぱ厳しめの方監督力また大丈夫大丈夫大丈夫ですかね、こういう風な。これ石川選手どうですか、これ玉川クラシコって名前になってからって。ちょっと今季多分一番入った試合なんですよね。そうなんですよ、3万4千ぐらいですね。そうなんだ、うん、だからまあそういった形で構成叩きもできれば、うん、こういろいろ印象に残るとこFC 東京に対してっていうのを聞いたところ、普通サポーターの話なんですけど、サポーターは自分のクラブを応援するように意識を置くんですが、FC 東京に関しては自分たちのクラブを応援しつつもアウェー側のこっちにまで意識を向けてくる雰囲気があって、そこら辺は少し面白さを感じますというふうに言いますが、これどうですか皆さんから見てこの FC 東京のサポーター。いや僕は大好きですね。あら、うん、ありがとうございます。なんか普通にシュート打てとかもあるじゃないですか。そうなんです、ね、枠入れろとかなんかあれ、ね、そういうのも本気で言ってますゴール裏で本気で言ってますよ、はい、いやでもなかなかそういうのってないじゃないですか他のチームで。そうですね、他のチームではなかなかないんです。なんかそういうのもいいなと思うし、うん、まあ、それがやっぱ見てる側のメッセージなんで、うん、それはしっかり受け止めながら、はい、できるんで。シュート打てこれはちょっと精神的にきついですメンタルに来るんだ。きついっす、うん、僕らも
ゴール裏で見てると前半戦って向こうに攻めるじゃないですか、アジスタだと、うん、でよく距離感が分かんないんですよ。で僕打てよって言ったらセンターサークルだった時だったんですよ。あれもう全然だよ。それは言い過ぎだよ。本当に分かんないんだよ感覚あれ。いやーゆってぃ面白かったね。さあサポタが選ぶベストゴール2012は1位は誰なの。さあ行ってみよう。終わりよければ出た。シーズン最終戦対戦後天目に蹴ってこれは感動したよ。スルーからの梶山入れの出たネーマー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 スルーからネーマー梶山からのネーマー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 来年も見て梶山さんありがとう。さあもう一個おまけだよ。ネーマーからなおなおなおがなお潰れちゃうけどネマトントンくるっとネマ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 俺がネマ俺がネマだよ。いやネマ最高だよ。さ潰れてネマがトントン。いやお見事。来シーズンも素晴らしいゴール楽しみにしてます。好きだよ好きだよチュッチュッチュ好きだよ。俺も好きなんだから俺も好きだよ。 CM の後はニッテレプラス1月のおすすめは荒川静香をはじめアイスリンク仙台から羽ばたいたトップスケーターたちが出演アイスリンク仙台復興演技会。僕の自慢の料理を紹介する。早見もこみちが毎回お手軽にできるレシピを紹介。ジップスピンオフもこずキッチン CS オリジナル版。音楽番組も続々登場。ハッピーミュージックライブ2012メンズサイドとハッピーミュージックライブ2012ガールズサイド、人気アーティストたちが横浜アリーナに大集結。さらに音楽ファン必見の超強力ミュージックプログラム白熱の野外ロックライブラッシュボール2012をお届けします。さあパーティーを始めよう。誕生プロを夢見るガールズダンサーコンビ CC ロッキー。これ見ろよ。ダンス番組のオーディションに2人で挑戦。そしたらなんと合格。やった。夢が叶ってトップダンサーに。おいおいおい、いやバックダンサーに。尻振りダンス頑張るね。2人が行くところ、うちの中、うちのそば、うちじゃないどっかその辺全部ダンスフロアとかす。どう俺たちのダンス。デミー、キラッキラのライトを浴びたら実力勝負の厳しい世界。でも大丈夫、いつもそばには息ぴったりの親友がいるから。私たち頑張る。さあ聞こえるかあのリズム、輝く未来はダンスでつかめ。シェキラ、ディズニーチャンネルで放送中。まずは就任1年目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はちょっと今シーズンを振り返ってもらって、まあ、いろいろ監督の方からお話を聞きたいと思ってます。まず今シーズンのリーグ戦だけですけども、まあ、10位という成績、勝ち星と負け星は、まあ、一緒でしたけど、まあ、得失点も含めてこの順位っていうのをどう捉えていらっしゃいますか。По вере генерала не могу да будем задоволен, jer ja sam hteo i više i bolje, što se jedne strane tiče, što se druge strane tiče, zadovoljan sam nečim drugim, zadovoljan sam načinom na koji smo igrali, tu sam jako zadovoljan. Da smo došli do jednog nivoa i do nečega za što se generalno treba puno više vremena da dođeš na taj nivo. I opet se pokazalo ono što sam ja dobrim delom prvenstva i govorio, a nisam htio da zvuči kao izgovor, nego jednostavno kao jedna konstatacija i realna analiza onoga što smo prošli zajedno, jer ja mogu, čini mi se, najkompetentniji sam, imam najviše prava da pričam o tome, jer svaki dan radim sa igračima, da
Imali smo jedan rezultat kad smo imali kompletnu ekipu, imali smo jedan pad kad nam je ekipa bila totalno nekompletna i opet kad smo bili kompletni, opet smo imali isti nivo igre i naravno to ti donese rezultat na kraju. Kad pogledamo, mi smo imali samo jednu pobjedu manje od Sendaja koji je drugi. I što znači, nama je falilo od ovih poraza da je bilo nekoliko utakmica, još jedna ili dve pobjede više i da je bilo neka utakmica više u, od nerešenog, a bili smo tu. Bili smo giri-giri, bili smo jako blizu da to, da, to, da to napravimo. E onda bi to bilo, ovako da kažem, bio bih zadovoljan. Kon sezon Popović kantog ga FC Tokio に就任されて、どうしても攻撃、そのみんなが連動して動いて、ボールがしっかり動いてというような攻撃に結構クローズアップされた今シーズンだと思うんですけど、今お話しので、その守備に関して、私もディフェンス出身で、神戸監督もディフェンス出身で、今シーズンこの44失点という FC 東京のこの結果、まあ、もちろんこれからの改善点はたくさんあると思いますけども、ここも絶対変えなきゃいけないところだっていうのをちょっと教えてもらえたらな。Prvo to, malo pre sam rekao da želimo da imamo rezultat, da moramo da znamo da ne primimo gol. Jer ćemo ga dati, jer 0-0 je aktivan rezultat. Mi želimo da damo gol. Dobra je stvar što mi svi hoćemo da damo gol. I što su naši igrači manje više svi u stanju da ga daju. Jer ako vidimo, gol nije dao Koske i ko još nije dao gol igraču. Uglavnom su svi davali golove. To je ono što hoću, da svako bude u ekipi da bude sposoban da ga da. A da, da ga ne primimo, radit ćemo i dalje, igrat ćemo i dalje ofanzivno i dalje samo moramo da budemo pametniji, moramo da budemo čvršći i da ispravljamo one greške koje smo imali, a bilo ih je. I većina su vezane za koncentraciju, smo puno gola primili iz prekida. I ono što je jako važno, da možemo da imamo duži period istu odbranu u istom sastavu da igramo. Da ne moramo da menjamo da Toku ide unutra, neko drugi ovamo, da Hide ide ponovo na centralna beka, da izmišljamo sve. Jer onda puno tumbanja vuče posljedice, pravi posljedice, nije lako to sve onda pokriti. Ali generalno tu moramo da radimo na tome. Raiki ni mukete, dodaj っていう、こういうサッカーをポブリッチ監督はやりますっていうのを、選手が理解するだけじゃなくて、こう体で表現してみて、実際感じてみて、どれぐらい、数字じゃないですけど、どれぐらい土台っていうのができましたか？I kad možda je 100%, ja ne želim da bude 120%. I onda tako da procenti me ne interesuju. Želim da uvijek imamo mogućnost da napredujemo. Iako smo dostigli jedan nivo možda koji želimo, želim da prevaziđemo taj nivo. Tako da u procentima ne mogu da govorim, ali mislim da smo napravili jednu dobru bazu. Ono što je najvažnije, da su igrači vidjeli kako mogu da igraju. I da u toj igri mogu da uživaju i da ta igra možda im da rezultat. To mi je primarni cilj bio, to je u stvari najteže. Najteže je praviti igru i dati rezultat. Najteže. Mi smo igru napravili i donekle smo dobili rezultat, a nismo onoliko koliko smo htjeli. Mi na, 自分たちのサッカーっていうのを口にしながら、相当意識が高いなっていうのは見てて感じました。で、チャレンジしようっていう気持ち、やろうとしてるんだなっていうのは見てる側には伝わったと思います。Mi ćemo se truditi uvijek da napredujemo. Jer ja sam rekao na početku sezone kako želimo da igramo. I nisam odustao od toga. I naravno, najveće zasluge idu igračima, što su oni uspjeli to da prenesu. Jer nije uvijek lako preneti ideju. I želim da FC Tokio bude klub koji će da razmišlja pobednički i ekipa, igrači koji ovdje dođu, da žive kao pobednici, da misle kao pobednici, da rade kao pobednici i da budu pobednici. Jer jedan veliki klub, ako želi da bude veliki, mora tako da ima takvu filozofiju. U Real Madridu nije dovoljno pobediti isto. Moraš da pobediš, ali igraš fudbal kako treba. Jer publika nije zadovoljna samo pobedom, nego hoće da vidi lep fudbal. E to je ono što Japanu treba. Da se nauči i da se igra fudbal i da se pobeđuje, da je to moguće. Jer u Japanu niko ne vjeruje da može da se igra lepo i da se pobedi. Nego mora da se kvari igra, da se čeka neki prekid i nešto nije. Ima. Ako želiš da budeš veliki, veliki to rade. A mi želimo da budemo veliki i hoćemo tako da igramo. I želim da naši igrači budu svesni za koji klub igraju.
koji klub predstavljaju. I da gore od želje da izađu na teren, da daju sve od sebe, da pobede utakmicu, da radost donese ovoliko broj navijača koliko mi imamo, a nadam se ćete mi da ih imamo još više, i da im se vidi u svakom trenutku, u očima, da im se vidi strast i želja za igrom i za pobedom. Sajuni, ライギに向けて、まあ、ファン、サポーターの方に、メッセージの方をお願いしたいんですけれども。ポルカのナビアチェ、ドスレッチェ、その。カジュビディオは、こういうセロミスブリファンタスティッシュ。A isto što želim i od igrača, da sljedeće sezone budu još bolje. I da zajedno uživamo u fudbalu, a da nam taj fudbal donese rezultat. I njima želim da im predstojeći praznici, pre svega, donesu dobro zdravlje i da vole svoj klub još više, da nam daju podršku, a mi ćemo da im se odružimo. I ja nisam zaboravio šta sam rekao kad sam došao, da mi je želja da napunimo stadion. I ne smemo da odustanemo od toga. E onda je on pravi pi point, on veliki. じゃあ首位から行きます。じゃあ次首位から行きましょうか。首位、これね、数字にはできませんという、やっぱりそのけなげなところだったので、ちょっといろんなのを書きたいと思うんですけど、まず FC 東京のイメージ、広島の番記者の方が言っていたのは、方向性は広島と同じなのかなと思います。これはどうですか、広島のやっているサッカーと近いんですか。まあ、より自分らの方が攻撃的な守備もするし、攻撃的な攻撃もするし、久保選手の存在とかもあるんですか。中心にアタッカー陣が連動してっていうところは、なるほど。で、まあ、ただ、一つのものを自分たちのらしさを見せつけるっていうところでは、やっぱり広島と FC 東京は似てるのかなと思います。そうですね、その特別な作戦を取りましたかっていう風なところも取ってないんですけど、広島も。ただお互い守備がハマった方が勝ったんですよね、今年はっていう風に言いますよ。そうですね。あとあの試合はもう森ちゃんが、まあ、フルスだったっていうことで、気合が入って、フルスではないです。高校出身が広島で、フルスではない。元カノとか、元カノとか見に来てたから。ちょっと何その話あるんですか、やっぱその地元だとあるんで、そういうモチベーションが。あの時チケット大量に購入してましたから。あ、でも親戚が元カノカノぐらいまで行った親戚が、なんかゴール決めたと、こういう時は大体そういうことなんですか。そうか、そうか。あ、これはちょっと僕、嫁に怒られてありがとうございます。仙台に行かせてほしいんですけど、仙台戦のここ6対2の時の、これちょっとうまく評価されてますね。そうです、このあのかなりニュース性がありまして、この試合が終わった直後のインタビューがこうなってるということで、こうなってるんです。いろいろいきたいと思います。今年の FC 東京の力をどう分析するかって、これ3なんですけど、最終節だけなら5というふうに言われました。壺にはまった時の怖さを思い知らされたと。で、意外性、最終節の FC 東京にとっての2点目は意外性を含んだナイスゴールだったんですけど、この2点目が、これもう2点目はちょっと、まあ、長谷川のアシストなんですけど、いや、ちょっと大きいですね。あれすごいですね、あれ。まあ狙い通りですね。やっぱりあれも梶山陽平がボールをキープして、まあ本来であればすぐにパス出しちゃうところを溜めて溜めて溜めてルーコに出す。その間に僕がこうカットインしてきてるんですよね。入ってましたね、入ってました。で、うまくルーコンとダイレでダイレクトとボールを溜めるところが、まさにさっき評価していただいた通り壺にはまったっていうところで、あそこ多分長谷川ルーコンの左のスペースも空いてたんで、あそこでコウスケが上がってきても面白かったと思うし、なるほど。でルーコンもあそこね、よく決めるよね。まあ、あそこやっぱ決めてやっぱいいってなるじゃないですか、ね、あれが例えば止められたりしたら、崩しはいいけど最後は入らないねっていう評価になると思うんで、
っぱそこを決めきれた、ルーカス君に。あ、いやこれはですね、3アシストしてるんです、ここのシーン。そうなんですよね、まあ、ここは、ね、人を立てるとか、そうそうそう、多分言ってほしかったんだな、ね、3アシスト全部来て、これよ。で、その仙台の記者に聞いた、対戦してみて実際に怖かった選手はという時に石川選手と。これナビスコのこともあるんですかね、この。わかりますよ、そんなこと。やべ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 、テンションでヒューッつっちゃった。あの裏に抜けるスピード半端なかったですね、あれは。そうですね、気持ちよかったですね。今年、うん、あの形は絶対武器にしたいと思って、はい、今年は臨んだので、まあいいボールでしたしね。一平さん、このプレーすごく褒めてらっしゃいました、その裏に抜ける石川選手のスピードとか。うん、まあ、あれが一つ の石川選手の、うん、持ち味かなっていうのもあったけど、うん、もっと決める試合だったよね、だけどね。そうですね。先輩厳しいですね。後ろからの圧がすごい。難しいの決めるんだったらとかさ。そうなんですよ。総長もごもっともです。総長が萎縮してる。すげえな、この縦どこ。ここ来ますか、ここ。ここ裏は来た。これは裏はピリピリしてどうだ。裏はこれあれですよね。あくまで記者さんが見たってことですか。そうです。記者さんが見た。監督がうちの監督を評価してる。これ違います。記者さんがこう書いたというところですが、アジスタでの試合は今季の J リーグでのベストマッチどころか、J リーグの歴史でも屈指、世界に出しても堂々と誇れる試合だったと思います。来年もガチガチやり合いましょうと。ありがとうございます。さあちょっと時間が時間なんで、あとちょっと鹿島と名古屋って、僕個人的には鹿島聞きたかったんですけど、ちょっと時間なんで、逆にちょっと鹿島少しだけ言っていいですか、ちょっとだけ。鹿島がまるで我々を相手にしないですよ。もうね、すごい形だし、テトリスで落ちてきたら嫌な形だったよね。イメージとして正直やりやすい、あららら、サイドを起点にする攻撃を簡単に許してくれる感じがする、これどうですか鹿島。我々サポーターがすると、ね、鹿島にはやっぱこうなんか勝てないなっていう印象があるんですけど、鹿島というチームはどうですか、やりづらいんですか。いや、特にアウェーでやった時は、うん、とてもやりづらかったというか、どうこう手をつけて守備していいか分からなくて、うん、どこからでも点を取れるっていう雰囲気を感じましたし、うん、ちょっとまずいなと。ここなんですよね、鹿島のやっぱここが良くなったらもっと強くなるので、完全に上から目線なんですけど、このままでもグッドチームにはなると思うと。しかし東京のクラブが毎シーズンのように強くなければ J リーグが面白くないから、何かしら根本的に変える必要があるもうこれは負けられないですよ、来年。授業もう時間もあれなんで、ちょっとそれぞれにちょっと来年の抱負をちょっとお聞きして、ちょっと終わりにしたいなと思います。すごい、でも今回高秀先生これ 3,4 時間回してるよね。すごいよ、すごいよ。この後いろいろ予定あるんですけど、え、もう全部すっぽかして。マジっすか。なんて優しい人なんだ。どんな予定があるんですか。あ、出た。いや、今回ちょっと真面目な方。はい、締めの前のバイブルはありますが、じゃあ森重君からちょっとね、一人ずつ来年の方を聞いて、終わりにしたいなと思います。はい、来年はとにかくタイトルを、チームとしてはタイトルを取るということを、本当にそこに全力を注いでやりたいなと思います。まあ個人的にはまあ、フル出場っていうのをね、やっぱいろんな意味があるんで、やっぱりイエローカードもらったり怪我しないっていういろんな意味があるんで、もう1年それをしっかりやりたいなと思います。じゃあ瀬川選手、今森重君が言った通り、今年はしっかりとこう基盤ができたので、すいません、なんで笑ってんの。絶対なんかフェアプレーとか言おうとしてる。正解でしょ。なので、うん、やっぱりタイトルっていうところにこだわって、先ほど先生も言いましたけど、こう負けそうな試合をどうにか引き分けに持っていく、勝ちに持っていくっていうゲームをやっぱ大事になってくると思うので、本当に一つでもいいからタイトルを取るに向かってこうみんなが頑張れるように、そういう雰囲気も自分でも作っていきたいですし、まあ個人としては本当にフェアプレーでもう退場はしませんので頑張りたいと思います。宣言しましたよ皆さん。フェアプレー賞狙いましょうよ、本当に。狙います、ね、狙います。はい、で石川選手、じゃあちょっと、はい、そうですね、まあ
ちょっと他の番記者の方々からいろんな意見をいただいて、改めてうちのチームがその同じように思われているっていうか、こうなんていうんですかね、ちょっともどかしい気持ちもやっぱりあるので、そういうイメージを覆したいなと、FC 東京も強いな、タフになったよねっていうような、大事な時にしっかり勝てるし、連敗もやっぱなく、自分としても大事なところでゴールが決められるような、そういうこうなんていうんですかね、たくましいチームを作っていきたいなと思います。はい、はい、まず先生としてどうですか。かなりレベル上がったよね、去年に比べて。多分どっかのなんか CS とかで番組やってんじゃねえか知らないところで、ね、知らないだけでまあやっぱりこうやってみんなと一緒に、まあ、チームの振り返りしたりとか、まあ、サッカーの話真面目にしたりとか、少しおちゃらけたりとか、まあ、本当にいい番組だと思います。あ、番組なんか MX の社員みたいな。できればもう少し定期的に、定期的に、そうそうそう、定期的にやりたい、やりたいなとは。いやだからもうそれ枠買ってくださいよ、 MX の。買うの？はい高橋秀人のでいいですから。買うの？高橋秀人のでいい。 FC 東京だもん。そうそうそう僕ら出してくださいよ。そう、みんな胸さん胸に高橋秀人の書いてしやりますから。そちら僕は本当にここの森ちゃんの発言から、はい、代表本人いけたと思ってるんで。本当だ、国際マッチから森ちゃんが言ったことは全て当たると。なんで森ちゃんが来年タイトルを取るって言ったら取ってくれると思うんで、ぜひとも期待していただいて、まあ個人的にはやっぱりジョナ君が言った通り、まあ最後のように選手の特徴がそれぞれ出てて、伸び伸び躍動している試合をお見せしたいと思うので、まあそのためのチーム作りだったり雰囲気作り等に尽力を注げて、個人的にも決定機に顔を出せるような選手になっていきたいなと思います。なるほど、なるほどね。じゃあもう本当ありがとうございました。いい、本当に、ね、来年はみんなで頑張りましょう。優勝しましょう、優勝しましょう。そういうの。あれ、おお、ちょっとね、私も教えてほしいことがあるんですよ。だからあっちでちょっと別室でいいですか。じゃあ別室で。別室ってどうなんだよ。次の授業、次の授業行ってくる。ちょっと待って、授業顔が見えない。男子はやっぱり女子に教えたいね。はい、ぜひうちのビバパラ組にもぜひ来てください。オファーもらっちゃったよ。なんだこの滑らかさ。さっきまで全然喋ってなかったじゃないか。い恥ずかしい、やっぱ女子。なんだこのままソータンスタジアムに行くの。でもやっぱ FC 東京魂だとやっぱこうね、花があるとやっぱいいねこれ。そう、僕がでもあれしたんですよ、キャスティング。そう、キャスティングしたんですよ。あ、そうなんですか。違う。聞いてないじゃないかよ。嘘だよ、絶対嘘だよ。お世話になります。こんにちは。なんでそんな予想するしない。ゆりかちゃん、この高秀先生は見たことあるんですか。いや、初めてなんですよ。初めてなんですよ。初めて。噂には金がねですが、まあいい、はい、どんな噂を。いや、なんかすごいこっちではなんか男同士の話をいっぱいしてるらしいんですよ。はい、でビバパラではなんかちょっと格好つけてるんじゃないってユッティさんが言ってたんですよ。そう、なんか聞いたら、僕がその、なんですか、夜の A 代表の話とかしたら、高秀先生の、そしたら、え、何ですかその話。え、うちではそんな話しないんですけどっていうか、多分超カッコつけてます。いや、それはしないでしょ。それは分かっ、まあ、やっぱりこうやってね、はい、女子生徒が入って一緒に授業すると、はい、まあみんなちょっとカッコいい顔つきになってないですか、レオさん。うわー、もうちょっとアホか。高井先生、もっと静かなところでちょっといろいろ教えてくださいよ。え、何しようかな。ビバパラもよろしくお願いします。いて。どうも皆さん、ありがとうございました。今日はキリーズ気をつけで、ありがとうございました。ありがとうございました。いや絶対待ってないですよ、今スカパーオンデマンド。スカパーオンデマンドで番組を一度購入すれば、ネットをつないでテレビでも PC でもタブレットやもちろんスマホでも
いつでもどこでも何度でも楽しめる、それがスカパーオンデマンド。今月のおすすめはスーパーマリオネーションの最高傑作サンダーバード HD 版。ロペリッツェ、サラルンドが挑む新たな自軍をも巻き込んで悪意は加速する。キリングシーズン2。いつでもどこでも楽しむならスカパーオンデマンド。詳しくはネットで。